HBC ラジオ、カーナビラジオ午後1番、代わっては日替わりコーナーです。毎週金曜日は、今週のハイライト さあ<え>今週も一週間ありがとうございましたまえー、今週一週間番組内で起こった面白シーン <laughs> 大爆笑シーンやらかしちゃったシーンをその時の音を聞きながら振り返っていきたいと思います、はい、えー、まずは4月20日火曜日です<ー>えー、12時台のメッセージ皆さんがいただいたメッセージを紹介するコーナーで、はい、テーマが最近気づいたことだったんですけれども、ええ、あのいただいたメッセージが膝を抱えるようにして しゃがむと後ろにゴロンとひっくり返っちゃうというはいいただきましてえしし <laughs> えそんなことあるということで試してみましたお聞きください <laughs> やってみていいはいやってみてください立ち上がって立ち上がって ジーパンで。ジーパン入ってますヤさん。しゃがみます。しゃがみます。しゃがみます。ジパンでしゃがむで息が苦しい。しゃがみます。しゃがみました。しあ、大丈夫ですね。大丈夫。あ、本当。あ、そっか。足開いていいんだ。危ない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 。あ、あ、落ちるなった。危ない。ヤさん転がったー。じゃあ待って。足天井に向きましたけど、ちょっと、そう、これ、大丈夫ですか。待って、大丈夫ですか。どっか撃ってない。頭撃ってないですか。耐えたよね今ね。耐えてました。撃ってないよ。本当だめよかった転った。 コロリン、あのー その場で床にしゃがんで膝を抱え込むようにしてしゃがんだんですけど、はい、最初大丈夫だったんだけどだんだんもう <laughs> ああ後ろに引っ張られるようにそ、はい、のまま膝を抱えたままゴロンって、はい、もう足が天井に向いちゃうぐらいまで転がありましてこ <laughs> れはこの様子はツイッターでも、はいまあ、さらに山根のブログの中にそうです、ね、いろいろ動画として紹介されてますので、はい、山根は全然平気だなんですよ。私これ得意って いはい、あれ不思議でしたけど <laughs> いやぜひあの山根のブログでその動画もご覧になってみてください。変わって水曜日4月21日、えー、メッセージテーマが「もう一度やりたい昔の遊び」ということでだいたメッセージが「風呂敷をもらって屋根から雪山に飛び込む」っていうのをもらいまして、うん、そういえば僕が子どもの頃群馬の田舎でもやってその中に似たような遊びをしてたけどテンションが上がって変なことになってたっていうのをお聞きください。 僕なんかね群馬県だとね住、はい、んできつもんないからあえっとね「あのわら」。 わら、わら、わらを敷いたところがお米取って収穫して、わらがこうなんつうの本家のこのなんつうんだろうなこうバラックの横にやわらが積んであって、バラックの作業場の2階からそのないわらの上に飛び降りる、かって落ちるんだ、本家のこうちゃんと、またこうちゃん出てきました、交代交代で飛び降りてあれどういうわけかね、だんだんね小学校 こう小学生ですよ小学校2年とか3年生はいどうや男の子2人で盛り上がってきちゃってね、はい、最後はねもう2人でフルチンで飛び降りてました、ね、なんで裸になってんですか,か意味わかんない,なんんないけど全部脱いじゃって何 <laughs> で裸になるのがまた楽しいみたいななんで裸になりたがるんですかね <laughs> 裸になって2階の窓からわらのように飛び降りていやいやいやもう,もうチンチンわらまみれみたいになって何やってんですかもう <laughs> <laughs> チンチン藁まみれしかも今あのここには入ってませんでしたけれどもどその藁が積んであるところのあの端っこの方に、はい、え声だめがありまして紅茶がそっちに転がってっちゃったっていうね紅茶ドボン <laughs> ドボン嘘 <laughs> それで外の水道で頭から水かぶって <laughs> 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 代 <laughs> わって木曜日4月22日「リサーチ選択」のテーマが「すみっこが好き嫌い」ということで「すみっこ」ってなんかあれなんか映画のタイトルあったねそんなの何なだっけって言ってる間になんか大変なことになってしまいました。全体のメッセージテーマが「いつも頭の片隅にあること」。 なので、はい、この片隅この隅っこということから <laughs> えっと選択肢はこちらです。隅っこが好き嫌い。 です。はい、すみっこが好き嫌いから、はい、あのふとちょ。まあの、このね、今一時になる直前にね、はい、山根とかスタッフにね。あれ、あれな、あれ、あれ、なんだっけ、あの、はい、す,すみ、すみっこ暮らしのアリエール、なんだっけ。すみ <laughs> っこ暮らしのアリエール。なんだっけ、なんだっけ、って聞いたら、それ、仮暮らしの、仮暮らしのアリエティ。<laughs> 一つも合ってなかった。ひど。 惜しかったね惜しくないですほぼ正解なんですけどねいや全然、えー、隅っこ暮らしのアリエールいやいやいや,いや <laughs> 何なんだアリエールって洗,洗濯洗剤ですよね仮暮らしのアリエティでした正解はね<ー>惜しかったかすってたねかすってない 三個暮らしなアリエール。な<や>、えー、そしてもう一つ昨日の木曜日二十二日、えー、ベストファイブ三時代のベストファイブ二千二十一桜ソングで第二に、えー、カーナビラジオのオリジナルソング桜のペンキーが入りました。ありがとうございました。ね、あの声も若いねって八年前のレコーディングだから声が若いねっつって、はい、じゃあ今どうだろうってその CD に合わせて我々二人歌ってみたんですけれども、はい、あの CD の 放送では CD の音に我々の声が乗ってたんですけど、はい、今日はこの場では我々の歌だけを聴きくださいえ嘘でしょ君の街へ行こうさ桜の花が色づく頃は君は夢に近づいてるだろうか近道でも遠回りでも笑えば明日は桜よ桜色手をつなぎ

裏の花が色づく頃は君は夢に近づいているだろうか手をつなぎ歌を歌おう桜咲く木の下で相変わらず元気だよと君に伝えたい 近道でも遠回りでも笑えば明日は桜色桜桜桜うんいやちょっと待っていやや山田の村ぱいかわいいなー何を聞かせてるんですか皆さんにラジオ機の皆さんにアカプの桜色のペンキ何を聞かせちゃってんですかこれ か、可愛い,いね、名前がね。痛い、痛かったですね。<laughs> 以上、今週のハイライトでした。うん